こんばんばは入山明子です7月の6日火曜日、入山明子のつれつれ日記。今日も一日自宅で過ごしたためニュースを見ると本当に映像に言葉が出なくてまだまだ安否不明の方々がたくさんいらっしゃるということで捜索にあたってくださっている皆様ありがとうございます。そして 一人でも多くの方が救出されますように祈っております。今日は事務作業を一日しておりました。その中でも新たなプロジェクトに関することで担当の方々と打ち合わせもでき自分の思いそして実際に行動することスケジュールなども ご報告したり、ご相談したりすることができましたので、ほっとしているところです。一歩ずつ、一歩ずつ、できることから丁寧に、そして全力で取り組んでいきたいと思います。それでは、昨日の Facebook、ブログにコメントをいただいた皆様の お返事を返させていただきます昨日の夜つれづれ日記をアップしたそちらにコメントをいただきましたまずは満月さんですあこちゃん撮影新曲の撮影でしょうかお疲れ様でしたと大きな蝶と一緒にコメントくださいましたありがとうございますそれから小田切隆夫さん 楽しみにお待ちしていますおやすみなさいありがとうございます山川よ子さん秋子さんお疲れ様でしたねゆっくり休んでくださいねおやすみなさい山川さんも超スタンプ押してくださっています森やすさんどのように仕上がっているのかとても楽しみですお疲れ様でしたおやすみなさいと書いてくださいましたありがとうございます 可愛らしいなんか天使が待っております加藤敦子さんあきこさんこんばんは撮影お疲れ様でした楽しみに待っていますおやすみなさい、えー、それから柴谷富子さんあきこちゃんお疲れ様でした一生懸命に頑張った撮影シェア上がりが楽しみです今夜は早めにおやすみなさい月に笑うちょうといつも宣伝くださっています綺麗なハートとバラの花ありがとうございます 加藤兼久さん、こんばんは秋子さん。一日撮影お疲れ様でした。楽しみに待っています。ゆっくりお休みなさい。熊さんがずうずうずうと寝ています。沖島晴美さん、ブラジルからです。秋子さんこんばんは。一日撮影お疲れ様でした。楽しみにしています。雨の被害に本当に悲しいですね。秋子さんもくれぐれも気をつけて活動してくださいね。明日も笑顔、元気に舞い上がれますように。 おやすみなさいと書いてくださいましたブラジルは今とてもあの温度が低く寒いようですお体気をつけられてまた元気に会える日を楽しみに待っています金地区さん、えー、このね雨の被害で今本当に皆さんが日本中世界中の方が注目して救出を待っているんですけれども、えー、お坊さんとワンちゃんが手を合わせていますね おなぶたつぎおさんコメントナンバー478トップに取り上げていただいてサンキュー <laughs> あきちゃん毎日が全身だよ元自衛官仲間認識番号は忘れたいい夢をねと自衛隊の OB さんですねありがとうございます深田さん、えー、こちらがねあなんかすごく何ですか花火でしょうかねパーンとハッピー はじけました。花火だと思います。ありがとうございます。金崎牧子さん、お疲れ様でした。ゆっくりお休みくださいね。お体大切に。と書いてくださってます。牧子さんも寒そうですので気をつけてくださいね。井上眞子さん、いぶすきからです。鹿児島県いぶすきから。お疲れ様です。撮影の公開日が楽しみですね。暑い日が続いております。くれぐれも無理をせずにご自愛くださいませ。ネイル 紫色から白いフレンチネイルに変わりましたね。夏らしくて素敵です。そうなんです。白くね、ちょっと本当にあの雰囲気が変わりましたね。白です、今。さあ、長塚雅彦さん、秋子さんお疲れ様です。情報解禁日待ち遠しいです。秋子さんファイトマーさんと書いてくださいました。うさちゃんが手の中でこう跳ねております。それから荒川さんありがとうございます。 実家の父と小中の同級生で幼なじみという荒川さん今東京にいらっしゃいますけれどもね荒川さんありがとうございますグーサインでした<ー>さあそれから中垣さんおはようございます突然でびっくりしました怖いですねまたなと決まり文句で終えてくださいました本当ですね突然来ますが自然災害の怖さを本当に実感しています 松崎末子さん、あっこさんおはようございます。今日も一日有意義にお過ごしくださいね。蒸し暑いですが水分補給しながら一日頑張ってくださいねとあります。こうさんです。台湾からですね。おはようございます。ありがとうございます。駅中さんも暑さがあって涼しさを知るありがとうというとてもなんかね素敵な絵を貼ってくださいました。おはようございます。 東山さんおはようございます素敵な一日をお過ごしくださいねということで、えー、皆さんコメントありがとうございますさあそして、えー、ブログの方もコメントがね来ておりましたので読ませていただきますね。アメブロですだいたい同じ内容と写真をアップするんですけれども。 少しブログの方に文章を長めに書くことが時々ありますね。さあそれでは淡、えー、イさんからね昨日のものからちょっと読ませてください。淡イさん実はクイズで3位に入りましたので「レレレのレ」3番目に入れてよ,入れてよかったです。ありがとうございましたということでおめでとうございます。それから新潟さくらさん夜分にすみません。 昨日は撮影お疲れ様でした。一時晴れたようですね。新潟も一日雨でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。と夜にね、コメントありました。野良猫ニャンニャンさんです。広島からありがとうございます。おはようございます。熱海市の土石流は怖いですね。心が痛いです。昨日は一日撮影お疲れ様でした。白い蝶々綺麗最近こんな白い蝶々見たことがないです。と書いてありますね。 本当にね、綺麗な蝶々がずっとそばを離れず待っていました。それから北海峡の富ちゃんです。雨ばかりの毎日、やっと曇り空、白い蝶の帽子ですね、かぶってくださってました。一緒にウォーキングに、いつもの夕焼けは雲の中。そうでしたか、夕焼けは見えなかったんですね。えー、皆様も、ぜひ、いろいろな、最近で言うと雨の被害、多いように感じています。 突如としてあの一気に多くの雨が降ったり本当にあのいろんな事態を想定しながら身を安全に過ごしていただきたいなと思います。えー、明日も元気に笑顔でお会いできますように今日はゆっくりとお休みくださいおやすみなさい。